信じられない、あなたが小説家だなんて信じられない。あ、まあそのなんだパン食べる、書きたくて書いてるんじゃない。自分を見失った小説家一夜、彼女が不動椎名、あの人気小説家の椎名、じゃあやってみようよ、ベストセラー小説を生み出せ、二人で今なら飛べる、何なのよこれ、分かりやすければいいんだよ。おい、あー、まあデータあるけどな。やっぱりお二人は付き合ってるんですね。そんなわけないだろ。出すことができないと会議で決まってしまいました。触れてる君には分かんないよな。仕方がないから一回だけ言ってあげる。大好きよ、あなたの小説。物語は勇気をくれる。それは温かな感情の涙なんだよ。ずっと爆弾を抱えてたんだろ。それでも今までやってこられたのは一夜、お前と一緒だったからじゃないのか。できることは全部やるんだよ。それでも私は物語を書きたかった。君は一人じゃない、僕がいる。小説の神様。ほら離れて。扱い雑すぎだろ。